にちは、すみれです。今日は前回レビューしたナターシャ・ディノーナが挙げているリラパレット、こちらを使ってできる5つのルックを皆さんにご紹介しようと思います。それではどうぞ。ルック1、こちらはこの色味とこの色味、この2色で作る簡単なルックになります。最初にブレンディングブラシでこちらの色を取って両側にのせていきます。真ん中以外ね、全体的にのせる感じで大丈夫です。そしてゴールドを取って真ん中全体にのせていきます。重なる感じでブレンドもしていきます。そして下の部分に関しては全体的に同じ紫をのせていきます。最後にアイライナーを引いたら完成です。ルック2、こちらはこのデュオクロームをメインに全体的に使って、他はマットとそしてストッパーのような形で仕上げるものになります。このマットを中間色として塗っていきます。デュオクロームを全体に塗っていきます。これは指でも平ブラシでも何でも大丈夫です。そしてこちらのマットで両側に塗っていきます。目尻側とそして目頭側、外側と内側に塗っていきます。さらに真ん中に明るさを出すためにこちらのスパークリングの質感でのせていきます。そして目頭3分の1ぐらいはこちらの色味を使って、残りはマットで重ねていきます。アイラインを描いたらルックの完成です。次はこの辺りの色味を使ったオフィスでもできるようなナチュラルメイクになります。最初にこちらの色味を使っていきます。全体にね、のせていきます。今払わなかったから結構しっかりついちゃったんですけど、払うともっとね、薄くついてくれるので、それはね、皆さん調節してください。そしたらこの色味で両側に濃さを足します。でやってあげてもいいです。私はよくブレンディングブラシで一緒にやってしまうことが多いので、その感じでやります。やりやすい方でどうぞ。そしたらこの色味を取って、そして真ん中にのせていきます。指使いでやるとね、本当に色がしっかりなってくれるので、私は結構指でやることが多いですが、ちょっと今回はブラシでやりましたね。この辺りの色味で中間を足していきます。指付けしてみるともっとしっかりとつきます。もっとしっかり、ね、色がつく感じになります。なのでお好みですね、どのくらいつけたいかによって指でつけたりブラシでつけたり両方を使ってみたりね、いろいろされてもいいかもしれないですね。必要に応じてちょっと調整をしたりして、またのせていくとさらにね、深みが出て好みのところで止めることができると思います。下まぶたもこのまま塗ります。目頭部分だけこの色味を使って、こんな感じでね、仕上げたいと思います。まつげかけますね。そうするとこんな感じになります。本当にね、自然なナチュラルブラウンメイクにできるかなと思いますね。ルック4、左側の色味を使った、こちらもオフィス使いができそうなクールトン寄りのメイクになります。最初にこの色味を使って中間色としていきます。次にこの色味を取って少し深みを足していきます。次にこの色味を取ります。そして真ん中の部分からふんわりとかけていきます。真ん中から外側ですね。次に
下のこの色味を取って内側にのせていきます。真ん中少し重ねます。こんな感じにします。この2色を混ぜます。少しからって際のところに深みを足していきます。下まぶたにも同じ色味をのせていきます。半分ぐらいまでこの色味をのせます。目頭部分は同じこの色味を使います。で、少し重ねて OK です。まつげ描きますね。こんな感じになります。際の方ね、もっと深みを出せばもう少し締まった印象にもなるし、このくらいだととっても優しい印象になるかなと思います。ルック5、こちらはパープル系のルックで、全体を使って色を混ぜたりしながら作っていきたいと思います。最初にこのクリーミーマットを取って全体形取っていきます。ラインを描くような感じですね。そしたらもっと淡い色のマット、こちらもクリーミーマットを取ってこのラインをぼかしていきます。ブレンディングですね。そして部分メイク落としで形をきれいにしていきます。これはしてもしなくても良いですが、した方がね、後からのせるホワイトがきれいに乗ってくれます。そしてデュオクロームを重ねていきます。このデュオクロームは真ん中にのせていきます。次にパープルのデュオクローム、これは隣にさらにのせていきます。そして青とダークグレーの色味、これを混ぜてくの字ラインに入れていきます。下まぶたも入れて大丈夫です。そして目頭の一番際の部分以外のところをこのデュオクローム、最後に白のままで目頭を埋めていきます。そしてクリーミーマットのね、深い濃いめの色がなかったので、このメタリックの質感と少し混ぜて色味を暗くしてから際にのせて深みを足していきます。ちょっと調整で白の部分ね、これをもう少しはっきりとさせていきます。まつげやアイライナーを描いたらルックの完成です。こんな感じになったんですが、もうこれ以外でもルックの組み合わせってもうたくさんあるので、もう本当に好きに自由にメイクはしていただけるかなと思うパレットになります。もうこれは私は本当に大好きなパレットで、とってもねデュオクロームとかも色味も綺麗だったりするので、もうこれからもね色々と使っていきたいと思ってるんですが、まあ、それ以外にもこのパレットと他のパレットを組み合わせてね一緒にメイクしたりすることもあるので、まあ、そういった日々のルックに関しては私のインスタグラムで載せていたりもしますが、皆さんももしね、このパレットを使って何かルック載せてますってことがあれば、コメント欄で教えていただければなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。